ペルンって受験生の中ではどれくらい強いの？一級試験参加者の中でも年家リアベルあたりよりも強いんだろうか。エーレを通した後を見て化け物と感じてたし、リアベルより強いと思う。初手それがニールがうまくいけば別。連携相手との戦いは一般攻撃魔法しか使わないからさすがにきつそう。一般攻撃魔法しか使わないのは見習い魔法使い相手にするようなハンデ戦だし。戦闘経験考えるとビアベルおじさんが勝てるかもしれないぐらいかな。フェルンだと電剣はさすがに無理。ファルシとゼンゼが最初に注目してた電剣、ビアベル、フィルン、ユーベルは受験生の中でも抜けてるはず。とはいえじゃんけんみたいなもんだろうけど、お互いに躊躇なくやる意思があるって前提ならビアベル相手はどっちが先手取るか合戦でボブ。電剣には自力と経験値で負けそう。ユーベルはザイレンの射程の短さ的に勝てそう。魔力量ゲーのようでいて魔法の相性や経験の差で勝敗ひっくり返るからな。エーレ以下のビアベルが実戦ではエーレより強いらしいし。経験値の差があるからね。勝ち方知ってるって言ってたし。本当に相性だからね。二次試験的にメトーデさんには相性負けするっぽい。高速魔法に耐性がないみたいだし、まだその人は無理。フリーレン以外で最強でもおかしくないけど、簡単に覆える程度の差しかないと思う。実際メトーデさんはフェルン複製体に勝ってるしね。足止めはしてたけど倒したかって判明してたっけ。倒したかは微妙だけど、勝ったのは確かってことでいいんだよな。フェルンの防御を破れなくても一度拘束さえすればあとは維持と監視でいいはずだし。まあ魔力消して攻撃するならフリーレン以外に勝てそう。電剣とビアベルは実戦経験の差がどう出るかかね。電剣は軍属の叩き上げだし、ビアベルは魔王軍の残党とバチバチにやり合ってた人だし、少なくとも上の方にはいるし、相性だから難しい話だが、魔力探知、潜伏、速射、長距離狙撃、この辺りに関してはよくて、大体互角かフェルンの方が他の受験者より強いから、これらの強みをストレートにぶつける形ならフェルン有利な気がするけど、実際はその時の状況や魔法の相性や経験の差とかあるから難しい。正直状況によるとしか言えない。魔法使いの戦いはじゃんけんらしいし、フェルンの場合電剣とかユーベルとかよりビアベルの方が相性悪そうだな。魔力量はフェルンの方が上っぽいが、ソルガニールに対策ないだろうし、メトーデの言い方見るに高速魔法に耐性なさそうだからね。ソルが使われたら完封されそう。ここまで強さ議論が機能しない漫画も珍しいな。公式がじゃんけんって言ってしまってるし、フェルンに相性のいいメトーデ、経験豊富な電剣、実戦経験の差で足をすくわれそうなビアベル、あたりの3人かな。アトリヒター、アメアリの勘でも真正面からだと負けそう。カタログスペック、戦闘経験、能力相性の3要素あるからな。例えばエレは戦闘経験がだいぶ欠けてるから能力相性とかを覆してラッシュで倒せたし、逆に言うなら戦闘経験で負けてたら逆の立場に置かれることもあると思う。誰が勝つかじゃなく誰が強いかなら、大魔族とかも考慮するとフェルンやビアベル、メトーデらは有利になるか。大魔族ならフェルンとメトーデとビアベルと電剣が横ばいになるんじゃね。アニメ組はフリーレン以外だとフェルンや電剣が最強だと思いそうだけど、原作読者から見てもそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないとしか言えない。ぶっちゃけ一級魔法使いはみんなそこまで差がないと思う。相性の差で覆えることはあっても、カタログスペックはみんな違う方向でぶっ壊れてる人たちだもの。不意打ちありならエーデルが洗脳して終わりまでありえるからね。割と状況次第で変わる。エーデルは普通の攻撃も得意ではなさそうだが、できないわけでもなさそうだし、精神系も対人以外に使いにくいよって自己申告してるってことは、対人ならだいぶ強いだろうし、対人レギュで無法しようと思えばだいぶできそうではある。第一でこのチーム運よく鳥を自前でゲットできなかったら洗脳で予想を借り始めたんだろうか。フェルンの戦闘思考の基本は大魔族に最適化されてるだろうから、対人戦に関しては魔法そのものの実力が白昼しているなら、対人戦に慣れてる相手の方に分がありそう感はある。戦いの条件次第でしょう。10メートルくらいの距離で試合開始みたいなのだとビアベルに勝てるのいないだろうし、怠慢で遠距離スタートだとソルガニールは無法すぎるな。その分他の人が高速解除するのは楽なのでバランスは取れているんだろうけど、怠慢したら電剣やメトーデやビアベルの方が強そう。対魔族ならフェルンの方が駒として使い勝手が良さそう。メトーデは戦闘民族の出であまり外で動くことがなく、試験前は知名度を得るような分かりやすい活躍の機会がなかっただけで、総合的な実力的には電剣に次ぐか電剣プラスな気もする。おじさんより総合力強そう。あの人おじさんと違って試験中苦戦してる描写ないから、かなり格上に描かれてる気がするわ。メトーデは新人なのに猛げなうより風格あるしな。
ビアベルが正面から馬鹿正直に戦わなかったら勝てた相手ってエーレに言ってるから、戦法次第ではフェルンよりエーレの方が強いんじゃない。そもそもフェルンが魔力詐欺してて正面から戦ってないから、ビアベルの見立てが外れてる気がする。ビアベルはエーレに勝てない勝負じゃなかったと言いつつも、戦いの後を見て内心フェルンを相当な化け物と評価してる。そしてそれを口に出していない以上、エーレのフォローの意味もあると思うよ。もちろん勝ち筋が全くないとは思ってないだろうけど、フェルンは持久戦になってもエーレより魔力的にスタミナあるしな。エーレじゃ仮にもアウラの腹心を単身打ち取ったフェルンに勝てる気しないわ。エーレって執事が特殊なメトーデと違って名のある魔法学校で出て、祖父の七光もあってように知られててもおかしくない立場なのに、フェルンと違って前世たちに注目されてないから、名門魔法学校ごとから都市排出される史跡レベルの人材って息から出てなさそう。まあエーレは若すぎるからね、しょうがない。30ぐらいになったら強くなりそう。そもそも実力さえある敵にも問答無用で、聞いたらそれはもう七宝剣の魔法レベルやしな。ラビーネが道具屋おじさん凍らせられなかったあたり、魔力があると効かない魔法って多そうだよね。確かに大きな魔力さだったら高速魔法通じないけど、メトーデがロー魔法使い並みの魔力に見せかけているフリーレンにかけようとしたってことは、そのぐらいの差なら通じるんだろうな。そうでもないと格上倒すなら精神魔法か高速魔法とまで言われなさそうだし。大きな魔力差があったら高速魔法は通じないけど、ある程度の差なら効くだろうね。戦場に立ち続けてるビアベルが簡単に通じなくなる魔法を使い続けてるとは思えないし、強みを押し付けてる時のフェルンは試験メンツの中でもトップクラスだと思うけど、戦いになればみんな自分の得意や有利な状況を作ろうとするからね。そして作風的にも年長者組の方がそういう戦いに強いと思う。ラビカンやラオヘンとか同年代っぽい若手の中では一番強そうだけど、メトーデやビアベルよりは弱そう。リヒターやデンケンあたりはもう無理。誰にでもワンチャンあるけど、まだまだ未熟だから普通に受験者トップ層の中では劣るって感じ。逆に言えばトップ層にあの年で食い込んでる時点でおかしい。超長距離攻撃を感知できるかどうか、潜伏からのゾルトラークにどこまで対応されるか次第なのかな。そもそもあの年でエーレに勝てるのすごいし、レンケンと30代は戦闘経験の差があるからね。実際エーレにあなたが一番強いって言ってるし、というか相性抜きで語れるのメガネくんくらいじゃない。単体じゃ3級のシャルフにも負けるけど、分身をいくらでも作れる。基本的に不意打ちが強い世界で魔力隠蔽が上手い上に、分身で不意打ちするのが主戦法のメガネくんが一番評価難しいな。ズシとゴンキルアの差って感じする。エーレとフェルン、ユーベルやフェルンが品性のない特化型の天才、エーレはスタンダードな秀才って感じ。正直強さ談義が公式からじゃんけん言われてる時点で無理だからね。その時場合場所による。闘技場とかで用意ドンの勝負ならデンケン、メトーデの次くらいに強そうだけど、完全な野戦なら経験値的にビアベルに劣るって印象。基本的に魔法使いは研鑽を続ければ年重ねた方が強い設定だから、そういう意味でも現時点で総合的に一番実力があるのはデンケンだと思う。フェルンがデンケンの年まで生きてればフェルンの方が強くなってると思うよ。